メディアを再生するラトルバックの運動。ラトルバックとは、特定の方向に回転しやすい性質を持つ、半楕円体系のコマ。逆方向に回した場合、回転が不安定化してガタガタという振動が起こり、一旦回転を止めた後、はじめとは逆に回り始める。ラトルバックの回転方向が、一人でに反転するのは、各運動量保存の法則に反しているように見える。また、 ほとんどのラトルバックは特定の方向に回した時のみ反転が起こる。ただし、どちらの方向に回しても反転が起きる特殊なラトルバックも存在する。これらの奇妙な振る舞いは、戦史時代から人々の想像力をかきたててきた。セルト石、セルトの石の別名を持つ。ケルトと混同されることがあるが、語源となったセルトは広く長蛇状もしくは、斧の状、のみ状、 クワ状の石製道具を指す考古学用語である。英語名はラトルバック、ケルトの他はブルストンなど。商品名としてはスペースペットなどの例がある。19世紀、ケルトや古代エジプトの遺跡から出土したセルトが反転運動を起こすことが発見された。1890年代にギルバート・ウォーカーはセルトの運動の力学的考察を初めて発表した。 ついで1909年及び1918年に刊行された回転運動に関する書籍でセルトが扱われた。さらに1950年代から1970年代にかけていくつかの研究報告が刊行された後、1980年代から関心が飛躍的に高まり、多くの研究がなされるようになった。木彫りのラトルバック。 おもりとして取り付けられた亀の重心は中心軸からずらされている。亀の頭が向いているのが回転しやすい方向である。考古学的内物としてのラトルバックは石製でサイズも様々だが、現在おもちゃや理科教材として販売されているのは大半がプラスチック製で長さ 10cm、幅 2cm、高さ 1cm 程度である。この他木製。 ガラス製のものも存在する。スプーンを曲げてラトルバックを作る実験も一般に知られている。ラトルバックのデザインには大きく分けて二通りある。一つは底面が非対称な局面になっており、底面に沿ったロール軸が中心軸に対して傾いているもの。もう一つは対称な底面を持ち、両端に中心軸からずらして重りを取り付けたものである。 ラトルバックのロール軸及びピッチ軸スピン反転が生じる理由はロール軸及びピッチ軸を中心とする振動に関する不安定性が増大するためであるラトルバックの質量分布はピッチ軸を通るなまり直面に対して対象になっていないこの場合ピッチ振動とロール振動の不安定性の間にカップリングが生じるつまりピッチ振動を行うと 質量の偏りによってわずかにロール振動も冷気される。どちらの振動モードが増幅されるかは回転方向によって変わる。ラトルバックの振る舞いが回転方向に依存するのはこのためである。大半のラトルバックではピッチ不安定性が優位となる方向に回した時だけスピン反転が観察される。 ピッチ不安定性とロール不安定性とでは増大の速さに極端な差があること、および摩擦を考慮に入れればその理由が説明できる。ロール不安定性が優位となる方向に回した場合、ロール振動の成長が遅いため、先に回転が減衰して止まってしまうのである。一部のラトルバックでは、どちらの方向に回した時も、不安定な振る舞いが見られ、スピンの反転が繰り返されることもある。 ラトルバックの一端を軽く叩いたり上下に揺らしたりして運動を始めさせた場合、最初は単純なピッチ振動を行うが、次第に回転が発達し始める。2008年にズラベリブとクリモフはラトルバックの運動についての包括的な理論を提案した。これ以前の研究は単純化したモデルに基づいており、定常振動における局所的な不安定性のみを扱っていた。 2015年にクドラとレジキュックスは現実的なラトルバックの数学的モデルを提案した。この研究の主眼は接触力のモデル化で摩擦と転がり抵抗のモデルを数種類比較検討して実験結果と良い一致を得た。数値シミュレーションによると調和振動を行う基盤にラトルバックを乗せた系は多彩な分岐を示し、数種の周期運動や純周期運動、 カオス的挙動が観察される。ありがとうございます。